はい、どうも、太郎丸で,です、えー。新体制に思うところということで、まあ、カシュマントラーズ、えー、9日に、まあ、私今10日に撮ってるんですけど、9日にいろいろ発表がありまして、体制がだいぶ変わりましたねっていうところで、まあ、そういったところについてちょっと思うところっていうお話をさせていただければなと思って動画を撮り始めました。 いつもご視聴いただきありがとうございます。今日やることってこの5つでございます。で、導入として最初にっていうところから少しお話しさせていただければなと思います。で10月6日付で監督と FD が解任と退任ということで、えー、新潟戦の翌日でしたね。えー、に、解任と退任ですね。三、選手たち的には三連休の初日ですかね。で、ボボビッチ元監督とジュシュ元 FD の え、解任と退任が発表されたのがえ10月6日でしたね。えー、監督が解任で、FD が退任というような形でございました。えー、まあ、新潟に4-0で大勝した後の発表で、少し困惑したサポーターも多かったんじゃないかなと思います。えー、今シーズンはポポビッチで行って、えー、最後、えー、また、 まあ FD と監督と入れ替えがあって来季迎えるのかなと思ってたんですけれども、えー、もうすでにこのタイミングでというような形になりました。まあちょっと驚きは正直皆さんあったんじゃないかなと思います。まあ妥当っちゃ妥当なのかもしれないですけどね。で、えー、これ解任と退任をこのタイミングだったっていうのは、ええー、と多分神戸戦ですね。9月20日。 5日の神戸戦負けて、退、え、任、ー、と解任が決定して、えー、28日、えー、湘南戦負けて1週間後っていう感じだったんで、まあ2週空けば、えー、体制として整いやすいというところで、まあちょっと、えー、新潟戦まで指揮をしたんじゃないかなというふうに思います。 で10月9日付で、えー、新体制を発表したということで、強、え、化、ー、部のトップである FD が中田浩二ですね。3連休明けの一発目、練習1日目から、えー、中田浩二が FD に、えー、なり、えー、また新監督に中合。 コーチをですね、昇格させたというような形でございました。えー、アカデミースカウトだった、え元、ー、山正志。まあ、現在もそうですけど、兼任という形ですね。と、えー、クラブ OB、えー、おそらくアンダー23の代表コーチの後、えー、フリーであった羽田健二氏ですね、が、えー、新コーチに、えー、なりました。え元、ー、山さんに関してはですね、アカデミースカウトと兼任をするそうなので、まあ、来期、 っていうのは、またコーチの変更があるっていうところで、まあ他にフリーのコーチを、で OB だったえ方がいらっしゃらなくて、アカデミースカウトであればえ時間的余裕があるというような判断で元山さんが一時的にコーチになったんじゃないかなと思います。来期からはまた、アカデミースカウトに戻るなり、コーチに を専任するなり、その辺決まるんじゃないかなと思いますけれども、えまた羽田さんに関しても来季またコーチになるかっていうところは、え監督次第というところで、中国さんが続けるようであれば羽田さん、そのまま続投かもしれませんし、中国さんがコーチに戻ってっていうことであれば、新しい監督を据えて、っていうような形になるかもしれないですね。この辺は、えっと、 あとで、中国新監督についてってところでちょっと話せればなと思います。えー、中田新 FD ですね、についてということで、マカ鹿島のレジェンドである一人、レジェンドの一人である中田浩二が新 FD へというところで、アントラーズの伝統を継承してみたいな話があったので、えー、中田 FD の視野にはやはり原点回帰を目指すような形というのを取ろうとしているんじゃないかなと。 思います。えー、鹿島らしさというか、昔ながらというか、えー、現代のモダンなサッカーとはまた別の潮流を組むサッカーを目指すんじゃないかなと思います。えー、また、えー、社長のコメントについてというところで、まあ、強化部門の先頭に立つ中田 FD がですね、をしっかりサポートするという文言が入っているので、 えー、まだまだこのチームの強化を統括するには経験不足な人材っていうことは間違いないと思うんですよね、えー。そもそも今年から教科部に入って今までは社長になるための勉強であったりとかそういうことをやっていた中で、えー、クラブ運営であったりとかそういうのを学んでいた中で教科部に入ったっていうところで、えー、本当は、えー、元山口の え、石原さんでしたっけ今、強化部にいると思うんですけど、その方が GM やってらっしゃったので、その方が強化部のトップ。まあ、山口で強化責任者だったと思うんですよね。なんで、強化部のトップに入るのかなと思ったんですけども、えー、やはり OB 路線を強くしたいっていう意味合いなのか、中田工事を一番最初に、えー、こう、持ってきましたね、FD に。で、まあ、 経験不足な人材っていうのはお話しありました、お話ししましたけれども、まあ、しっかりとサポートを行えるスタッフの人選っていうのがね、必要になるのかなと思います。まあこれは来期、今期、 今期今から入閣ってことはないので、来季どこかで、どこかでというかシーズン始まる前にはもう、そういう人材の確保っていうところに、昔も走らなければいけないかなと思っております。え、教科部にもそれなりに投資をしてると思うので、これを見るに。 えー、しっかりとした人材が中田浩二さんのサポートをしてほしいなと思います。で、赤崎周平もコメントをしてましたね。インスタグラムですかね。まあ、中田浩二っていう男にはですね、人望があるのかなとやはり思います。えー、もしくは、人垂らしな性格なのかもしれないですね。まあ、なんとなくイメージ的には人垂らしな感じもするので、 えー、結構人望もありますしね。っていうところは、えー、いろんな人がコメントしてるわけじゃないですけど、イメージ的な話で思っております。で、教科部のトップにおいて、いい方,方向にこう、その人たらしというか人望がある人がいて、いい方向に作用すればそういうところがですね、まあ心強いっていうところになるかなと。 いい選手を引っ張ってくるとか、えー、そういうところで、えー、人たらしいっていう性格はいいのかもしれないですね。ただ、悪い方向に左右すると、えー、能力がない上にこう居座り続けてしまうことになってしまうかもしれないという、現状その能力がそんなに高くないんじゃないかなと、えー、未知数なんで思ってしまうんですけども、実際にはめちゃくちゃ能力い高いかもしれないですし、えー、ここは憶測で書いてます。なんで 事実と違うことは多分にあるかなと思いますけど、例えば、えー、能力がない上に居座り続けてしまうっていう結果になってしまうかもしれないなと思います。ただ、えー、私は鹿島という体質において、まあ、小泉社長っていう、えー、外部から引っ張ってきた人間が今社長をしてるので、結果が出ないことに関してはそんなに甘くないんじゃないかなと思います。なので、私は中田浩二っていうレジェンドの一人が、えー、ここで失敗、 なななりりここけててててほししくいいいいいいっっう思思があるので、えー、このででままま突き進んで、えー、いい結果を得てしいなと思っております、えー、そしてですね、サッカーモデルっていうのをどのように構築するかっていうのが期待したい部分かなと思います。えー、鹿島の強み、あと現在の課題ですね、まあ、今後の課題と言い換えてもいいかもしれないですし、えー、過去の課題とか、そういうものをですね、一度精査する必要があるかなと。 それらを含めて今後のプレイモデルっていうのを設計するっていうのがですね、最初に行う中田 FD の仕事かなと思います。で、選手の評価の軸であったりとか、ポイントの明確化などですね、補強ポイントっていうところの明確化、あとはどういった選手をこう、戦力として扱うのかというところで、そういうことが今後の仕事になってくるだろうなと。 まあ最初に設計して、それに合った軸で評価をして、え足りない部分は補強をして、えー、いい選手だけれども、鹿島に今合わないとか、今後合わなくなる選手は、え手放しえ補強ポイントで確実に鹿島で活躍できる選手っていうところを取ってくるっていう。この補強ポイントの明確化を行い、え今までこう、吉岡さんの勝率が低かった部分を埋めてくれるような、 と思っております、まあ、とにかく継続できるモデルを作るということで、まあ、鹿島は結構こう、分断分断になって、まあ、吉岡さんから顕著になったかなと思いますけど、結構こう、ザーゴであったりとか、レネバイラーであったりとか、監督の性質は別として、えー、思考するサッカーがだいぶ近かったりとか、えー、ボールを保持するっていうテーマの割には、えー、監督の その、やってることっていうのがちぐはぐしているっていうところがあって、そういうことを考えると、あの、やはり、えー、そういう継続できるモデルっていうところで、一つ軸を作って同じような系統の監督を呼び続けるっていうことが重要になるかなと思います。で、えー、中国新監督についてっていうところでまたお話しさせていただければと思います。まあ、暫定監督や代行 監督代行といった文言がなかったんで、えー、中国監督に関しては残り6試合のみになるかっていうのは分からない状況かなと思います。ただ、新聞であったりとか、あのー、メディアであれば、あのー、大岩監督とか、鬼木監督であったりとか、名前が上がってる、あと外国人監督っていうところも、 え、名前は分かってないですけど、そういうところも含めて選定をしてるっていう話も出てきてるので、えー、そういった文言がないだけで、中国監督が6試合のみでヘッドコーチに戻るっていう可能性は十分にあるかなと思います。 まあただ、えー、この6試合で、あら、なんていうですかね、だいぶ前進できればチームとしてですね、ひょっとしたら中国監督続投っていう可能性もありますし、もしくは鬼木監督、大岩監督であったりとかが、えー、獲得できないっていう状況になれば、それも含めて中国監督続投の可能性はあるかなと思います。ただまあ、 えそれはそもそも中国監督がいい働きをしてるかどうかっていうところになると思いますし、まあ今期ここまでも40試合ぐらい戦ってるんじゃないですかね、カップ戦も含めてっていう状況で、6試合のみなんですよね、残りが。何か形を変えるとか、作戦を変える、あと監督の味を出すみたいなことはできないと思うので、6試合は無難に終わってしまうんじゃないかなと思っております。で、そうした中で、結局、 結は出てないけれども、来年も続けるのかみたいな話になると思うので、けっまあコースとしてはやはり、えー、代行とか暫定とかっていう監督になると思うので、えー、6試合で終わって新しい監督を迎え入れる可能性が高いんじゃないかなと思っております。ただ、まあ、そしてですね本人のコメントを見るにも、やっぱり今年いっぱいのみっていう感じじゃなさそうかなと思います。 まあただし、あの、個人も含めた形は、絶対的に暫定と言えるかなと思ってます。なんで、来年中国監督が続けるとしても、元山正史がどうなるかとか、はあるんじゃないかなと思っております。えー、で、えー、ベースっていうところを少し話しさせていただくと、まあ、442が、中国新監督のベースになるんじゃないかなとは思います。まあ、フォーメーションなども含めて、鹿島の伝統に倣い、442が、 基本にななるかなと思います、まあ、この辺は実際にスポーツ紙なんかでも言って、中国監督なのかな、えー、コメントがあったと思います。ただ、えー、現状442ができるほど後ろに人がいないんですよね。センターバックは、ね、一応控えが2人いるんで、あれなんですけど。 サイドバックですね、安西、えー、須貝しかいない状況で、果たして4バックを試行する必要があるのかっていうところなんですよね。3、えー、バックに、でもセンターバックが足りないような気はするんですけど、3バックに、えー、まあ、最悪知念を入れるとかもできるので、3バックで真ん中の選手は割かしいるけど、サイドの選手が少ない状況であればひ、 樋口ですね。ウイングバックに置く3421の方がいいんじゃないかなと思います。442でどのように乗り切るかっていうのが気になりますね。まあ、サイドバックの層が薄いっすよね。やっぱり溝口が復帰してきたって言っても今年試合に出れるような状況ではないかなと思いますんで、樋口をウイングバックに置く3421がいいんじゃないかなと私は思っております。でかといって佐藤美、右色、松本、 ですね。を、二人両名ですね。を、選手の層に加えるっていうのが、果たしてどうなのかっていうところで、まあ来年以降じゃないですか、加わるとしてもっていうような感じでございます。で、えーえー、中国監督についてっていうところで、ちょっと来歴ですね。えー、ベルディ時代はユースで監督をしておりました。今、 表題の通りですけど、ベルディで引退した後はユースで監督をしていた時期もありましたね。基本はユースっていうか、ジュニアユースとか、えー、ジュニアの監督とか指導者だったことも多いような、えー、指導歴だったんですけれども、プロでの指導歴っていうのが今年が初めてであり、まあ、コーチになったのは初めてですね。で、プロで監督になったのも初めてと。まあ、どういうのような、どのような監督になるかっていうのは楽しみでもあるが、まあ、経験不足は否めないよと。 というところで、岩政監督のようにはなってほしくないなと。OB という貴重な人材を使い捨てるようなチームであってほしくないなと思いますので、その辺は、えーえー、経験不足だなと。 思っておりますんで、6試合できっちり、えー、次の監督を見つけてきて、中国をまたコーチに戻せるっていう状況が望ましいんじゃないかなと思って見ております。で、そして、えー、現役時代はミサオとボランチコンビを組んでおりました。えー、実際に何試合あったのかとかは覚えてないんですけど、えー、セレッソ戦ですよね。高卒1年目のミサオの初試合だと思うんですけど、この時中国はボランチだったんじゃないかなと思います。横で一瞬プレイしてたんじゃないかなと思ってみて、 ってますっいうか実際にイ、えー、引退が2017年なので確か16年かな組んではいるはずなんですよね絶対なんで、えー、これは憶測ではなく組んでると思いますでミサオは、えー、高卒2年目からレギュラーでプレイしていたっていうちょっと、うん、中国監督と関係ない <laughs> もう迎えてあります。で、安西浩期とともに、えー、4年間一緒にプレイしてた時期もあるそうですね。えー、この辺は、あの、えー、安西が述べていたかなと思います。まあ、そんな彼らからしたらですね、驚きもあるでしょうけれども、中国監督を、まあ、男にするためっていうか、まあ、勝たせるために努力するっていうところはあるかもしれないですね。というか、多分あると思いますけれども、まあ、私は、えー、選手はもっとこう、 自由にというか、まあ、自分たちでのサッカーの中で勝利を求めてほしいっていう気持ちもありつつ、まあ、ただそういう熱い関係っていうんですかね、えー、現役で一緒にやってて監督になった男をこう支えるっていうメンタリティーもね重要だと思いますんで私はそっちに期待したいかなと思って見てます。 はい。そして、コーチ陣についてということで、もたやまコーチはアカデミースカウトと兼人ですよっていう話ですね。さっきにも出ましたけれども、もたやまコーチに関してはアカデミースカウトと兼人なので、まあ、人数が足りないトップチームはですね、ひとまず、えー、トップチームのコーチが人数足りていないので、ひとまず数合わせなんじゃないかなと思っております。なので、来期にならないとどちらを選任するか不明ですけれどもあ、えー、コーチに関してはライセンスを持ってるのかどうかっていうところは、一つ気になるところですね。 な、まあ、なくてもコーチはできるんですけど、おそらく。えー、天才でありながら才能だけでプレイしていたタイプではないのかなと思っております。まあ、いいコーチになるんだと思いますね。結構言葉でも喋れるタイプのコーチなので、私はそこを期待しております。で、羽田コーチですね。えー、羽田さんに関しては、えー、そうですね。 フリーになっていた鹿島の帯コーチってことで白羽の矢が立ったんじゃないかなと思っております。指導歴が長く、プロのコーチとしても経験が長い、えー、コーチだなと思っております。経験が浅い、えー、トップチームのコーチ陣の中では経験値が、えー、あり、えー、うまくチームをコントロールしてもらいたいなと思えるような人物ではあります。ただ、私、羽田さんの印象ってあんまりなくって。 うん、まあ、ここが、ちょっとコメントが難しいところなんですけど、まあ、頑張っていただければ何でも大丈夫です。っていうところで、まあ、6試合だけなのか、その後もコーチになるのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、OB 路線で行くなら、ひょっとしたらもう今後も鹿島でコーチをしてもらう形になるのかなと思って見てます。ちなみに、うちの妻がですね、松本山雅のサポーターですけども、羽田、 コーチ知ってるっていう話をしたらですね、名前聞いたことあるって言ってて、まあ、それもそうなんですよね。2020年に松本山のコーチをしていたんで、まあ、そんなことはね知らなかったみたいですけれども、あの、名前は聞いたことあるって言ってましたね。 どこで名前を聞いたんですかねじゃあって感じですけど。はい。ということで、えー、最後に、えー、不安いっぱいっていうところが私の正直な感想ですね。まあ、経験の浅いフロント。まあ、これは、あの、あれですね、中田浩二に関してです。経験の浅い現場。えー、これはですね、元山ーチであったりとか、えー、 中国監督に会ったりとかっていうところで、えー、不安要素は満載かなと思っております。まあ正直うまくいかない可能性もあるし、案外ね、すんなりとうまくいってしまう可能性もあり、全く予想が立てられないですね。まあ監督業って、まあ、あれですね、よく、これクロップが言ってたのかなよく言ってるのはあの、あの、ね、狂ったようにサッカーを見るっていう、 サッカーを見ないと監督にはなれないっていう話で、えーまあ、突如として監督になって、突如としてうまくいく人っていうのもいますし、まあ、なかなか最初のマネジメントの部分で全くうまくいかないとか、日本のそのライセンス制度がどうなってるかわかんないですけど、海外だと結構こう、いきなり始めていきなりうまくいく人もいますし、もともと経済学部、経済学の教授だったのに、えー、サッカーの監督になったりとか、 経済学の教授だったよな、とか、あと有名企業に勤めてて監督になる若い人とか、結構海外っていうかドイツですよね。ドイツだとそんな感じですよね。潮流、そういう流れがあるので、そういうところを考えると、まあ中国さんが、その、サッカーの勉強というか、どれだけ、 いろんなサッカーに触れてるかによってこう,うまくいく、うまくいかないっていうのもありますし、見てるだけじゃ決してうまくいかないでしょうし、まあ、どれだけの能力があって、どれだけの資質があって、どれだけこうできるかっていうところと鹿島にマッチするかっていうのが全く未知数すぎて、全く予想が立てられないっていう状況ですけれども、まあ、ある程度の結果が出るまでは待つしかないかなと。サポータータもまあ応援して 行くしかないかなと思いますんで、楽しみに待ちましょう。私はそのぐらいの気概でいます。えー、まあ、とりあえず6試合っていう感じで見ていあげればいいんじゃないですかね。その中で、まあ、うまくいったりいかなかったりするかもしれないですけど、まあ、一気一憂せずに、えー、今シーズンの最後で見守ってあげられればなぁと思っております。で、 まあ、ここからカシマは変わる必要があるかなと思ってます。ここ数年うまくいってないですし、まあ、そういう中には悪い体質っていうのがどうしても残っているのかなと思います。えー、それが、能力がある人に頼りきっていたから悪い体質ができてるのか、それとも、あの、そういう人たち、今まで過去にいた優秀なスタッフが、 悪い体質を残していったのか、えー、はたまた、えー、新しく入ってきた外部の人間が悪い体質を作ってしまったのかっていうところはわかんないですけれども、まあ、ここ数年うまくいってないので、悪い体質っていうのは絶対鹿島にあるんじゃないかなと思って見てます。まあ、そこにメスを入れるという意味で、えー、中田 FD には期待をしております。えー まあ、頭が悪い人では絶対ないと思ってますし、そういった意味で悪い体質に気づいていればすぐにメスを入れてほしいなと思っております。そこは、まあ、社長にも含めて、えー、社長も含めてですね、えー、期待したい部分ではあります。で、まずやっぱり重要なサッカーのその指標っていうところですね、を いいものを作ってくれることを期待してます。ね。そして、まあ、それが勝利につながるっていうことをね、期待しています。まあ、この2点、やはり期待するべき場所じゃないかなと思っておりますね。メスを入れるというところも期待してますけれども。まあ、鹿島が前進するためには、まあ、変わらなくていい部分もありつつ、変わらなきゃいけない部分も絶対あると思うので、 まあコメントを見てる限りは伝統を大切にしてみたいなコメントの方が多かったんで、果たして悪い体質をどれだけ除去できるかっていうところは気になるところですけれども、まあその辺も期待して見ていこうかなと思っております。で、最後頑張ろうっていうところで、中田 FD、えー、中国監督、本山コーチ、羽田コーチ、新しく入った4人ですね、プラスで、えー、小泉社長、 えー、スタッフ、サポーターと、まあ、鹿島に関わるすべての方たちですね。えー、ここに選手を書き忘れてるっていう、ちょっと致命的なことをしてますけれども、<laughs> すいません。えっ、ー、と、みんなそれぞれの役割で頑張っていくしかないんじゃないかなと思います。まあ、勝利を得るためには、やっていくしかないかなと思います。で、全員が同じ方向を向いて戦っていくと、これしかないんじゃないかなと。 思いますで私は、えー、前、鹿島に行って、鹿島っていう地域がどういうものかっていうのを、まあ、鹿島にいない部外者が、えー、として喋りましたけれども、やっぱり鹿島っていうこの地域っていうのはですね、えー、クソ田舎、土田舎ですね、人口6万人ぐらいですか、今、いる。 とは思いますけれども、私の住んでいた地区、えー、市とですね、えー、全くほとんど変わらないぐらいの規模感の市なんですよね。今住んでるのは松本市なんで、ぶっちゃけ松本市より小さいと思うんですよね、全然。っていうところで、えー、そういうクソ田舎、まあ私もクソ田舎出身なんで言いますけど、クソ田舎が、 生き残るためには、ために、こう、鹿島っていうものをがあるんじゃないかなと思って、たまたまじゃないと思うんですよ。鹿島にアントラーズができたのって。みんながあがきながら、みんなが、えー、鹿島に誘致をしようと、アントラーズを作ってきたはずなんですよね。そういう時って同じ方向を向いてたと思うんですよ。で、クソ田舎でありながら、鹿島 強い、えー、優勝回数20回を誇るようなチームがクソ田舎にある。それは鹿島のアイデンティティかなと思います。それを誇示するためには今後も勝っていく必要があるかなと思います。まあ、秋をやめなければ、勝てる日がいつか来るんじゃないかなと思ってますんで、まあ、諦めが悪いのが鹿島かなと思います。 えー、チームのできた成り立ちであったりとか、えー、今いる環境であったりとか、ここでなんかやってやろうぜっていうのが、もうそもそも諦めが悪い感じがしますよね。単純にこう、田舎から都会のチームになるとかではなく、歌詞までずっとやっていこうぜっていう中であがいてるだと思うので、えー、こういう状況で、苦しい状況だと思います、正直。今 順位以上に苦しい状況かなと、今後も考えると、ここ数年取ってきている順位以上に、えー、苦しい状況かなと思います。ただまあ、生きてる間は最後までしっかり上がこうぜっていうのが、えぇ、ー、鹿島だと思うんで、諦めが悪い鹿島を見せていただければなと思いますし、えー、サポーターとか、スタッフとか、選手とか、 えー、みんな全員ですね、えー、最後までしっかりあがこうぜっていうところが私の感想ですね。ということで、こんなような締めになってしまいましたけども、いかがでしたか私はもう最後の最後に思いの丈を全て喋ったかなと思いますけれども、まあ、きっちり、えー、戦い切るっていうところが、まあ、鹿島だと思いますんで、よろしくお願いしますよ。 皆様のおかげでいつも楽しく動画撮れてます。グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。えー、ついでにメンバーシップもやっておりますが、まあこちらはお任せいたします。えー、チャンネル登録をね、一番していただけると嬉しいんで、こちらをお願いしますよ。えー、まだまだ、えー、リピーターでありながらですね、チャンネル登録いただいてない方も結構いらっしゃいますんで、えー、まあ、アナリティクスを見ると、まあそんなものは分かってしまうわけで、ですね、YouTube。 恐ろしいですね。というところで、まあ、ぜひリピーターの方、えー、また、えー、チャンネル登録いただいていない方はそちらお願いいたします。チャンネル登録していただいている方もですね、いつもありがとうございます。えー、継続していただけるように、えー、頑張りますのでよろしくお願いします。ということで、さよなら、じゃあね、バイバイ。